はるばる江戸まで使いにやった番頭の伊八が今戻ってきたと聞くとすぐ捕まえて「どうじゃ今度は」「うまく引き受けてくれたか」と膝をすめた「び備役」とまず伊八は言った今まで4人も路洋費用をかけていって買いのなかった役目を 自分の手で整えてきたという誇りを鼻先に見せて「やったなことでご承諾をいただいてまいりましただがもう解き伏せるまでには実に苦心たんで「そうかいやそうだろう」何にしろ相手がお大名育ちのすね者でおまけに通じん金で行かずだましがきかず 持てましました。でもよくうんと言ったなそしていつまでにかけると来年の5月というお約束で5月はちょっと長いな何せ屏風一層早い方でございましょう謝礼は置いてきたかさあそれが、 お代名を越町人から金のお礼も変なもので先の口ぶりも採用には申しませぬ。と言って何かはせねばならずいろいろ考えあぐねたところで「来年屏風のできる5月の初めに長良川の発愛を持ち込みましょう」と言ったところがそれまで渋っていた先生が今度は急に乗り気になって。 初をももう古い5月の鮎を魚に友達の文鳥、私物放祭食山などを集めて一へ模様そうぜひ屏風もそれまでには書き上げるとこう話がトントン拍子に決まったわけなので全く金を欲しがらない人間ほど扱いにくいものはございませんのな。 拳間が開いて次の部屋で番頭さんお手すきにちょっとお顔おうわしかいと伊八は席を滑ってなんだいそれはと駒遣いの差し出した石州紙10枚ばかりの閉じ物を手に取って困るねえまったこんな骨付き坊主の肝心をお取り次ぎをしちゃ 三河の宝来寺のとデ右モンは振り向いて「それなら実はお前の留守の間にわしが参詣したのだよ。ちょうど鐘楼がひどく破損して寄進を募っていたところだからわしも一筆つけましょうと言い残して帰ってきたのじゃ。 で、おつかい層をよこしたのだろう。困りますなあ。河野池の後、投手が一口ものを言うと、すぐ歯から金がこぼれますのに。まあ、いい蘭を一鉢買ったと思えば。何ほどつけて遣わしましょうか？200両もつけてやるさ。 伊八丼、その文庫から。伊八は金を出しながら小間使いへ。お使い僧はどんな人かお若い綺麗なお盆様で名は確か源氏様と。晃三丼を呼んで晃三丼の手から渡してやんなさい。そして受け者は。かしこまりました。 駒遣いは2つの風巾を盆に乗せて下がっていったそれからまだ伊八は洋弾の残りや江戸の世間話に夕刻まで退屈な主人の機嫌を取り結んでいたがやがて「バトさん大変なことが!と」と庭先へかけてきて雇い人たちが訴える言葉にびっくりして。 なんじゃ何がと立ち上がった。大旦那様のご秘蔵の乱が一鉢見当たりません。あの、王将君という一番お大事にしている鉢が。え王将君がないってデーモンは愛知を失ったように顔色を変えた。それは。 近頃大阪の同行者の手から千両に五春の冥福までつけて交換したものだった「泥棒はよほど目の利く乱月に違いないと」と野池ではその方面へ手を回して懸命に探させていた若い美相の原神は 一八の卵を手に下げてぶらりと江戸表へ出てきた宿屋の亭主がひどくほれ込んで「ぜひ五両で!」とそれをせがんだけれど原神は売らなかったひどく神経質な顔をして横を向いたそのくせ彼は時々水をやるのを忘れるのでさしも染料の銘卵も 少しはずやがあせてきたただ寝るにも起きるにも自分のそばからは離さない河野池のほかからも精霊勧進を種にかたってきた金を当座の小遣いにして半年ばかり曝露町の旅籠に乱を眺めて暮らしていた寄席も芝居もほかの楽しみはないような男である。 夜露に当てなければ」と亭主に注意されてから物干しのそばにある小部屋に移って夜だけは星の下へ出しておくがよほど気になると見えて夜中に三四度はきっと起きてみるそのせいかつぼみを持った薄紫のまぶたにちょっと紅を刺した 王将君の目のようなつぼみであるもう年を超えた春なのである蘭がつぼみを持つ頃には源神の頭の毛もだいぶ伸びてきたまだ本田には言えない上結が「無理ですが五分酒焼きなら」と格好をつけた 珍しいものに触るように自分の頭をそっと撫でて「15年ぶりで人間に帰った」と彼はつぶやいた願い戸で職人の子因果物の両親がつまらない菩提心から一人は仏門にと言って花ったらしの小僧心から寺に入れられた原神だった。 二年に一度、法要で江戸の風に吹かれるたびにもう死んだ二親の残した運命を恨んでいたが今度は二度とは寺へ帰れぬ事情になったし髪も伸ばしてしまったから勝手元族の無宿者、名前も元の源助に帰ってもいいわけである柳原者の素合わせに細っこの三尺。 半年も我慢すればもうほとぼりも冷めたろうと長らくご厄介にとはたごを出た新しい豆絞りをつかんだ手に蘭の一鉢を下げて「あー枯れるな」と亭主がまだ未れんそうにおしそうに帳場からため息を送っているので源氏はいや源助は小戻りして そんなに欲しければ世話になった礼にやるから今夜ドブッパタへやってこねえこの欄を捨てておくからドブッパタってどこですか吉原よおはんぐろ黒溝さ <laughs> 本当ですかその代わりに俺の全身は内緒に頼むぜ。 もし寺から探りに来ても浅草で火をつぶして宵の田んぼをやがて源助の姿が吉原の方へ通った土手をよけて人通りのないおはぐろ溝の暗がりまで来ると蘭の鉢を下へ置いて源助はかがみ込んだポン 何の愛も惜しげもない手だった源助は無造作に王将君の黒髪のような蘭の元どりを根からつかんですぽっと鉢から抜いてしまった「あっ<あ>!」「鉢の底をのぞいて彼は叫んだ」「ないぞ!」そのうろたえ方といったらなかった。 だが気が付いてみると蜂の底には見えなかったが鉢なりに抜けた白い蘭の根が2つの封筒をまるで命にかけて隠しているように固く抱いていたのであった。はあああった源助は蘭の根を八つ咲きにむしって捨てた。 旗子の亭主へ言った言葉をふと思い出したが追いつかなかった半時ばかりのち彼は中の柏屋伏見菓子の安っぽいうちの一軒へ上がって汚職の永山と会っていたまあ変わったお姿でと女は目を見張った。 彼が永んを知ったのはこの前法要で江戸へ来た時だった無論そうということは隠してだが坊さんの言うとは珍しくない永んも知っていた若いし美相であるからよく女たちの噂に上って江戸にいるうちは隠れて通った忘れやしめえな この前の前約束をじゃあ私を疑るような目で「まさか」と、A、さんは男を見つめた「こしらえてきたんだ二百両」すぐ内緒を呼んで引かそうという源助の言葉に、A、さんはちょっと遠悪そうな眉をした「待ってください。 今夜はどうしてこれじゃ足りませんもの表立って引き祝いやら何やらするとだってこの面はお面は二百両さえあればとあんなに言ったじゃねえかそれは借金だけのことええ <laughs> ようござんすこうしましょう おっ母さんを呼んでその手から老手に話せば親元見受けになって楽に掛け合いがつきますからじゃあオラ先に家を借りておくぜま <laughs> 気の早いそして坊主を辞めた以上は何か商売も探さなくちゃ源助は楽しい新しい生涯を見るように そしていつここ出られる三日も経てばじゃあこうしようか家を借りておいてもおめえにはわかるめえから五日目の宵に涙橋涙橋は変気でもねえな今ど橋にしようあの橋の田元まで迎えに行くから俺が先でもおめえが先でもきっと 待っていることに約束して源助は帰っただが5日目の宵夜,夜更けになっても永山は今戸橋へは来なかった源助は湿っぽい川風の闇を「畜生畜生めとつぶやきながらまた でも何か都合が、まさか俺をいや騙されたのかもしれねえ。<laughs> どうしてと湯もすがらまごまごしていた病気で店を休んでいるという噂もあるまたいい人に引かされたのだという評判も聞く。 柏屋では源助をおも物にした「おじしゃ筋からこんなものが」と回ってきている妊娼書を見せた源助はぎょっとしてそれっきり寄りつけなかった一時は足がすくんだけれど思い切れないで晩になると豆絞りに顔をくるんだ ダイヤのゴミ溜めをあさる犬みたいに女の影を嗅ぎ歩いた「もし源信さん?」。ある晩誰か右衛門坂の人混みでこう呼んだものがある源助はひょいっと振り向いた振り向いてすぐしまったと土手から堀の方へ夢中で逃げてしまったがそのこと以来 中へも入れなくなった寝てもじってがちらついた「金はなくなるし寺へ詫びも今更難しい」と言って巾着切りにも軽子人足にも瓦版の呼び売りになる勇気も持たない源助だった <laughs> 空腹を雨に打たれて「金もないのにままよ」とクソ度胸で 馬道の正直そばへ入った源助は隙を狙って食い逃げした後ろを見ながら二天門までひた走りにぬかるみをかけてくると「目を開け!と」といきなりぶつかった大男に巧みな投げを食らって水たまりへ腰をついた高橋田を履いて手には渋舎の目をそしてじっとくぎの 苦み走った坊主なのである少し気の毒に思ったか「気をつけろ真、ま、っ昼間」「すみませんどうかご勘弁をそこらで足でも洗ってゆけ」と何両一枚出してくれてやると玄介は涙をこぼした別れかけたが 実得の男は難量一枚で泣かれたことになんとなく気が引かれたように「おいおい待ちねえ俺も実は好きっぱらだちょっとつきあわねえか」と源助を引っ張って二天門の田楽屋へ入った酒を取ってつぎながら「てめえこのごろ頭の毛を生やしたな」 どうしてお別れになるんでさっき俺のお布施を拝んだろうあんな手はヤクザ者にゃねえまねだ恐れ入りますそれにてめえの眉間にはすごい剣がある殺す気か死ぬ気か両方やろうと考えております うん、とじっとくぎの坊主は腕を組んでなるほどそれじゃあ人にもぶつかるだろう俺に話してみねえかええもう聞いてくださるものなら明日うちへ来いほら練兵衛町の 高知山宗春というお好きや坊主と爆竹打ち二つの商売の人間だ何か救われる道があるような気がして翌日彼は練米町を訪ねたそんなことか宗春は事情を聞いて笑いながら <laughs> よしよし 俺に任せろと言っただだっ広い台所に耳の聞こえないばあやが一人働いていた猫もいないのに障子は破れているしてんやは貸しばかり催促に来るしばあやは寝てばかりいるし妙な家だ原稿 ちょっと視野がついたから、今日はひつ、仲入って女のことを突き止めてきてやる。だがしかし、お礼のことだ。今夜も明日も明後日も、都合によると四五日は遊んでくるかもしれないから、そのつもりで。どうぞ、何分とも。てめえも少し元気になれ。飯がなかったら、寿司でもそばでも、 勝手に取って食っているがいい宗春はぶらっと寂しい昼間のクルワに姿を見せたクルワのことなら字回りほど知っている宗春であるカラッとボケた顔をして伏見がしの柏屋へ上がった飲んで女たちとふざけながら そうそう。時にお食の永山はまだ店を休んでるのかいえさんさんは引いたんでござんすよへっかたぎになったのかいそれはそれはして今はどこに所帯を存じませぬいえほんとに誰も嘘言ってる。 隠しなさんな。さん前からレコがあったんだろう?と」と軽く笑って「じゃあここにいないことだけは確かだな」と念を押したそのままだだら遊びである翌日もまた翌日も帰ろうとはしない酒は大酒随分歌も歌う。 女たちは彼が医者か儒者、ごろつきかなんだか正体がつかめなかったが通な渋い坊さんだと思ったしかし老舟からは感情の心配がささやかれた気を見て番頭がそれとなく払いを臭わしに出ると「よろしい」と応用に「これだけ預けておけば文句はなかろう」 こんなに、と番頭はころころと放り出された百両包みを手にまごついて「こんなにはこんなには」「ハ気の小さいやつだ亭主を呼べ亭主に少し相談事がある」「金の話を聞いて柏や万作は羽織を着替えて座敷の端へ」 ようこそ。どうも何のお構いも。女たちを一時追いやって、宗春は座り直しながら。ご亭主か。ま、一魂。恐れ入ります。他じゃないが、この金。と、目の前の百両を顎で刺して。実は、 使いい道に困っているんだ。なんと始末をしてくれないかごご冗談ばかりを <laughs> この不景気な世の中にいや真顔で言うのだというのは実は拾った金だわしの金じゃないここへ来る途中で複写包みのまま。 すぐ自信ばへ届けようと思ったがこうして言い続け遊びに届け損ねておまけに払いとなると懐の自分の金だけでは血と足りないえお拾いなすったのでわしゃこの通りほったいの人間金を持って帰るも困るしおみへ届け出るには日が立ちすぎたのみならず 当座の不足だが、ええ、なるほど。そこで考えたのは、人の金に手もつけず、わしの払いも済むという思案。それは、このお金を落とし主に直に返してやることだ。さすれば、一割としても重量の例は出るわけ。どうだ探してくれないか、落とし主を。 でもそう分かりましょうか早速にわかるとも箕輪村お年貢金という院がふうに見えるあそれならば用もあるから明日の夕景までには帰りたいそれまでにはいはい一つ問い合わせて急にそわそわと出ていく柏屋を 宗春は隅からじっと見てゆるい笑いを流した。ふ人とも短い百姓羽織の指の節の太い男が村の代人としてあくる日柏屋の老主と一緒に「村の年貢金をお拾いださいましたそうで」と恐る恐る宗春のいる部屋へ 受け取りと礼を兼ねて連れられてきたこれでしょうな印を見てください確かにこの金子で村では騒いでいなすったろういやもう青くなりましてまあよかったわしもうれしい念のために受け証いっつではいただきましても そちらの金だご勝手にありがとう存じます」と亭主はじめ3つの頭を幾度も畳にすりつけてところで改めてお屋敷の方へお礼に出るのが本来でございますがお目にかかったのがこういう場所失礼をお咎めないならば ここで寸死ばかりをと申し合わしてござりますがああ礼金かと申してはまことに無作法ながらようのに金の取引に礼儀や作法はなくもがなだくれるならもらっておくではと隅へ頭を寄せて ひそひそささやきあっていたがやがて一人が百両の封の小馬を刃でかみ割ろうとするのを見て百姓と宗春が不意にどなりつけた「ふらちなやつだてめえたちはその金を崩して俺に礼を出すつもりかへへい!」。年金の封を勝手に切るとは腑に落ちないやつ。 てめえたちゃあ偽物だな本ほんとの落とし主ではあるまいどどうつかまつりましてじゃあなぜ村の公金をそこで手をつけるほんとの年貢金なら封は綺れいのはずだ出直してこい名刺を連れて恐れ入りましたまったく金の出たうれし紛れ どうぞ粗相は平にご勘弁をお礼金は当家から借用してただいますぐに!」とおびえ上がったようにしたいってやがて盆に小判の耳をそろえてまことに軽傷でござりますが早春はじろっと見て「十五両かさしょうながらどうぞ」。 収めを。ご料は後の値上げだな、柏や。とすぐその本を労使の方へ突っぱなして、そっくり取っておけ。何かお気に触りましたので。何さ遊びの感情だ。残りは女たちへまいてくれ。どどうもそれではあまり多分な誤算在で。 帰るぜと立って。四日ぶりだ。遊びのお首が出てきそうだ。おい、その実得を着せてくれ。でもそろそろ夕刻、もう一本。<laughs> たくさんだ。と、不愛想に酒にただれた胃袋を叩いて袖を通しながら。ああ、A、さんは今、 誰の女房になっていると唐突に柏屋の顔を見た「はいあれにはちと。と柏屋は口を濁して「身の上に訳がございまして猿を人に」「囲われているんだな」というわけでもございませぬが言われねえかその人間を「チ はばかりまする。じゃあ聞くめしかしおめえはだいぶボロい儲けをしたろテラ坊主の金はただ取りだ訴え出れば自分が女房の罪になる泣き寝入りだからな大声で言いながら表橋を降りていったそして草履に足をかけようとすると 真っ青になって後ろからかけてきた亭主が「ちょっとしばらく!」と早春の袖をつかんだじろっと振り向いて「何か用かいお手間は取らせませんが奥まで番頭や若い衆や百姓二人にも鋭い目配せをしていきなり内緒の一室へ。 この語り目と突き飛ばしてのの知った宗信は笑って聞いていた「やい偽金使い目ここの金はこの百両は!」と柏屋は封を破った鉛金を震える手から叩きつけて「偽金だわ勘定を払え!」とはめいた おいでなすったね。聡春は大きな目玉で、興奮しきっている柏屋を、百姓を、番頭をなで回して、タバコ本でも持ってこいとそこへ座り込んだ。もうちっと早く気がつきそうなものだと思っていたんだ。そうこなくっちゃ。壺に入らねえ。 なんて、肉えな、ふてぶてしい面をしているのだろう。畜生名動くなよ。今、地震番へ引き渡してやるから。払わすなよ。あんまり、こう、かしわや。てめえは、この屋台骨をぶっ潰してもいい気なのかなんだと俺が語りなら、てめえも語りだ。 箕輪村の年貢印も鉛金ももともと俺の作り物。落とした人間はねえはずだ。そこへのそのそ出てきた百姓は一体どこの何村の野郎だ。えと三名は顔色を失った。そこらの飛び高盛んだかをうまく仕立ててきやがって。 年貢金を飲もうとしたな俺よりちっと罪が重いぞそれを承知の上ならば自信盤はくだまっすぐに奉行所まで歩こうじゃねえかどうしたんだご連中シャモンが石を飲んだように首ばかり上げて声が出ねえじゃねえかお静かに もう水に流して。ペラもメおしとやかに帰るところを引き止めたのは、てめえの方だ。一体出るのか引くのか座っているのか。俺の体をどうしてくれるわかりました。どうぞお帰りを。土産はえまさか。 手ぶらで返す気じゃあるめえな。四日もかかって水峡に商売はしちゃいねえんだぜ。日当だぜ、日当を。一日二十五両っ0百両に負けてやる。嫌ならはっきり断ってくんな。お尻はしねえよ。柏屋を抱き込んで島暮らしもおつだろうぜ。 毒舌はやまないガンガンと響く白玉か何ぞと人の咎めな場ゆと答えて消えなまし物名思えば恋も、それは昔の芥川これは桂の水の瀬に泡と消えゆく信濃屋の おはんをせなにちょうえもん。その時ブツンとその鉢節の音が消えた中庭を隔ててそこの明かりがしばらくしんとしていたと思うと障子を開けて人影が静かに廊下を回ってきた早春のふんぞっている部屋をのぞいて いちょう、やぼだのう」と扇でピシリと肩を打った痛かったし春は思わず自分を打った扇をつかんで振り向きながら「あ若殿!」と座り直したちりめん頭巾の端をたらりとあごで結んでいながら その人もほったいだったどこか品位のあるおかしがたいものを目に持っている貴公子だった帰れよ早春ここは殿中礼儀があるお城坊主のくせにやぼやぼおいでとは知らずにとんだどうもまあいいわさ 早春は冷や汗をかいて飛び出しただいぶ前だが江戸城の中ではしばしば見かけたことがある姫路港堺備前守の次男だ大名の家庭を捨てて根岸に住んでいる埋賀庵の主人宝一なのだあびっくりして扇子をつかんできてしまった。 途中で捨ててしまおうと思ったが何やら書いてあるので家まで持ってきた留守には源助が待っていた「骨を折ったがどうも永山のあてはつかねえだが気を腐らしちゃいけねえよきっと合わせてやる」。寝る時 彼の解いた帯の間から落ちた扇子を何気なく源助が広げて見ていたが、あっ、霊山だとそれを掴んで、宗春さん、この女だこの女が霊山なんで。え、これが見ると、法一の絵である。女の横顔の影を、 だけで書いてある。そばには彼のクラシックふぐ食うたあとふぐ食うた心かなうーんそうかちょっと当たりがついてきたなそうですかだが相手が姫路公の次なんだから。

根岸のうげあんを訪ねた要人の鈴木喜一がうさんなやつと見て「今日はおるす」と断ったが履物や奥の木ぶりを嗅いで「へへへ」と笑ったのみで帰ろうとはしない大層お客様のようで。 実はおいでになるがご記号中じゃ。こちらはいつでも結構ですが日が延びると御前様の身に悪い祭壇がかかるような気がしますので。二子と三子と争っているとすぐ奥の白薄間の中で。早春ではないか。ちょうどよい。婚夕は鮎の会じゃ。 あげてやれ、とい一の声が聞こえた喜一が用心部屋へ入ると宗んは目で源助に物を言って一人で座敷へ上がっていった狭いいかにもおわびた味のある家であるそこを開けるとすぐ目にいっぱいに映ったのは 輪風の柿ツバタを一面極彩色に盛り上げて描いた屏風だった十二畳の部屋へその一層がまばゆく寝かされてあった周りには法一をはじめ詩人らしい男だの儒者だの画家だの幾人もの友達と狂わぬ女たちがみんな打っ 一人とその農園な花の一つ一つに見とれていて誰も早春へ目をあげるものもないただ何かひひをめいたささやきや簡単がひそやかにかわされていた「おと早春もちょっと気を奪われたがすぐ「先日は」と屏風越しに 法の目を求めをた。遊びに来たかいえちと大事な用向きでまあ遊んでゆけ今日は岐阜から鮎がついた初鮎の早かごを打たせて非常な苦心でこの男が」とそばにいる町人邸の男を指して江戸へのぼせてきたのだ。 宗春そちは口運がよいぞ何その口運よりは大事な用事をお聞き願いと存じますが急ぎかへっ人間一人のいや二人の命に関わることですからそれはなるほどよいならぬ気候ではないか一体何じゃ この扇子いつか中の柏屋でお持ちのお扇子ですがいやお前が持って行ったのかそれは人手に渡っては間が悪い返せへいお返し申します代わりにこの本物をこっちへ返してくれませんか取り替えっこといたしましょう 本物,本物とは A さんこちらにいるんでしょうどうしておまえはそれをぞんじておるのかへへへ蛇のみちは蛇ってやつで聡主もちったあ道楽をしております。 町人が引かした女を、お大名のご次男が、ただでお楽しみなんて筋は、ちっとあこぎでござんしょう。どうか何にも言わずに、嫁入りの支度金に千両箱の一つもつけて、お下げ渡しを願います。でないと、お国元の姫路公のお顔にもかかわろうかと。そうしゅん。 層俊何を言うのだお前の話はちっと違っているが屏風を眺めていた顔がいつかみんな層春の顔へ瞳を集めていただが層俊はそういうものに何の臆面を感じるような男ではないじゃあザンはここにいねえとおっしゃいますかいや いいるるにはいるがと法一は少し顔を分からめてそばにいる文鳥や私物と苦笑を見合わせた何もわしが連れてきたのではない本人が親の家からここへ来て何でも女弟子のうちにくわえてくれというのじゃ絵が好きゆえ絵師になりたいと立っぷり っていうのでというのは世間てご身分に関わりますからなお前まであらぬ浮きな儲けを信じておるのか里出元やこういうものがあるそれもこれもそこらにいる悪友どもがと私物や食山を目で刺して悪い洒落をいたして あんな小店遊びを教えたからじゃ「おおまがきの女はうそを言ってもたわむれを言っても客を信じぬようにまた客の遊戯の品として不安心のないようによくならされておるが小店の女は真っ正直だなあ。酔っ払いの私物の言葉を信じてすぐに女弟子になるつもりでやってきようと」。 それなら何なでここに留めておいたというか宗春は天から耳を貸さないで「怪しいもんだ」「うげあんのご主人だって」「お若いし春だしお一人身じゃあるしいや申し訳ない」と法一は謝ってだからわしが扇子へ書いたく。 ふぐ食うたあと「ふぐ食うた心かな」言い交わした男がある永山しかも200両の身の代金までその男から払ってあるんだどうしてくれますえこの始末を嫁にやろうわしが親元になって。 その男がいるならここへ読んでくれ。フグは食うても毒には触れていない。二人の間は潔白なのじゃ。誓って申す。水のように綺麗だ。それをつい人の噂。後のたたりを承知で止めておいたのは、あの永山の指がよい。指が 心はバカにされたような顔をして「その指がどうしたっていうんで?」「この柿ツバタの屏風を描くのに5分は今日まで取りにやったがさてそれを解くのが容易でない」「半日1日乳鉢でするだけではまだ足らない」 それを永んにやらせてみると絵が好きだけあって自分の指で丹念に砕いてくれるとても男にはやりきれぬ断念さで黙って聞いていた文鳥がその時初めてそばから「なるほどこのかきツバタのきめの細かさは永んの肌だったのか」。 私物もそばから言った。商人の言ったのは嘘ではない永、えー、んとのうわさは本当の浮き名もうけだその証明は我々がするからここへその男を呼んで改めて嫁にやろう鮎の会にはふさわしい鳥り持ちだ呼んでこい呼んでこい少し早春の計画は当てが外れたが そのあてを諦めても源助に女を合わせてやるのは悪い気持ちではないじゃあ永んを呼んでくれますか呼ぶも呼ばないも裏の井戸端で晩の料理の支度をしているおい源助」と曹周は玄関のふすまを開けてこっちへんねえ おい、決まりの悪いことはねえよ二三度呼んでみたが返事がしない表かと思って出てみたが表にもいなかったそして井戸端で働いていた永んもいつの間にか一緒に姿が見えない二人で逃げたらしいのであるバカだなあ 男も男だ永んも永んだ」と晩の鮎の会はその話でにぎわった「そわしてやるというのに何も逃げることはないのにな若いやつはみんな気まぐれだ」と酔った私物は交渉したが末席にいた河野池の番と伊八は下手な言葉を慎むように。 でも物事はなかなかいいようにばかり参らないと見えます。まあ手前などはこれでぜぜえ屏風が遅れますから一安心でございますが。と言ったつまらなく酔って帰ったのは早春坊主で「きっ元孔名、今頃どこで血はぐるっているか。 ああいうじゃこっちも温まらねえ」とホトトギスみたいにふとくしゃみを飛ばした。